皆さんこんばんは。おっと、ネオバースの続きやっていきたいと思います。さあ、前回は新しいキャラクレアさんでね、プレイをしてですね、無事にクリアできましたので、今回はですね、こちらのヘレナさんの方を使っていきたいなと思いますけれども、これは攻撃型統率プラス1、召喚時は1つだけ維持され、他の召喚時を召喚すると既存の召喚時は解除されますと。3ダメージ防御3、防御型統率ってのが強いから、ハイブリッド能力を発動する。どっちが強いんだろう、防御型とハイブリッド。ハイブリッドで行ってみる、行ってみましょうか。レジェンダリーカード中から1枚選択、何がいいかな。統率を得るたびに召喚時が能力発動するって、これ絶対強いんじゃない。これね、コンスタントカード。さあ行こう。カード1枚進化ね。まあ最初の戦闘はね、チュートリアルですよ、もう。うん、まあまあまあ、まずは防御3獲得しとく。君の名は。こうして、こうする、グリフィンで、これで、はい、グリフィンを呼び出します。ちょっと防御しとく。あれ、防御カードを使用するたびに防御プラス2、統率マイナス1になる。統率を貯めつつやんなきゃいけないってこと。これ統率いなくなっちゃったら、これ能力を使うことができるようにする、エネルギーカード。どうしようかね。統率2Lでしょ。インスタントカードを使用するたびに、いろんな種類のがいるってことね。はいはい、能力発動するわ。あれ、能力発動してなんかすげえ防御増えなかった。まあ衰弱食らっても唐突と関係なく召喚で能力発動する。もう一回使ってみる。はい、なんかすげえ防御増えたな。まあぶん殴っていく。はい、ここも成功。はい、召喚または強化します。これ、変えれたね。これで強化するの、これ。あれ、なんかすげえ強化されてない。あ、全ての敵に4ダメージに増えてるね。統率マイナス2になったけど。あ、でも基本は居続けてくれるっぽそうですね。はい、あ、なるほど。そうすると、あなたが統率を持っていない場合、マナを1獲得、ターン開始時、これ絶対必要じゃない。統率1獲得した方がいいんじゃない、これね。スキルはスタビライザーがあるね。バトルテック活動時、開始時2獲得、敵を撃破するたびに、
ランダムなインスタントカードを生成し、そのカードのコストが一度だけゼロになる。あ、こういうのもいいね。マナ保存もそのうちちょっときたいね。スタビライザーは今んとこいらねえか。1個の価格がゼロとなる。あ、そうだ、データストアのカード。なんかいいのあるかな。下流カードが手札に加わる。やっぱ攻撃するなら下流カードじゃない。あ、でも防御しながら統率も得たいね。敵全体にマナのダメージで2回攻撃。これにしとこうか。さあ次、精密を3回成功する。最初のターンの今何獲得。精密3回できるとか。3匹出てこないんじゃない。また出てこねえよ。やっぱちょっと待って、まずこれ使うでしょ。何出てくる。こいつ何、この召喚獣。攻撃カードを使用するたびに能力発動か。あー、どっちがいい。統率得るたびに能力が発動するか、統率得るか。これセットだな。10ダメージ食らうか。防御6の方がいいかな。でも防御6にしとくか。はい、噛みついた。はい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 、防御してきたね。ここチャンスよ。統率得るでしょ。攻撃カードを使用、ターン終了時攻撃カードを使用するために能力発動する。これ押せ押せでいけってことじゃない。ほらほら、押せ押せでいこう。あ、もしかしてこれ精密ってさ、別に今回だけに限らず1回達成するカード1枚進化させる、1回達成するってのもあるね。そうね、はい、下流か。どっちがいいのかな。これインスタントカード使用するたんびにっていうよりはさ、ライオンくんの方が強くない。防御得て、はい、防御3得て、はい、防ぐ。 HP 回復していく。攻撃カードでダメージ受けた時、早めにやっちまいてえな。ほら、ぶん殴って。これでライオンくん強化。いくつになった。7ダメージ。ほら、7ダメージよ。こういうことよ。ほら、待って、精密いかないわ。うまく、この戦闘で使用されたコンスタントカード1枚あたりマナ消費が1減少する。召喚獣を解放する。召喚獣は命令された時または毎ターン終了時に能力を発揮します。能力はあなたの統率ポイントに関連しています。同じ召喚獣が召喚獣を解放するってなんだこれ。強化されたグリフィンを召喚する。統率プラス2。これの方がいいかな。でこれコンボは精密1回達成、精密3回達成、進化したレアカード2枚のうちコンボを達成するか。これいけそうじゃない。3体いる。紫、黄色、青、
ないね。ないですわ。青、紫、黄色。青。紫。いや、黄色ねえわ。防御。これは防御メインで戦っていくか？残念だ。グリフィンがいれば、副作用。副作用。紫。もうカードねえじゃん。はい、カード足りません。ただ防御だけはあるからね。ただこれ追加ダメージだっけ。うわ、痛い。紫、青、赤。紫、青。出ない。これ邪魔だな。消しでもいいな。はい。あー、防御カードやるたびに。ちょっと今はね、獅子にする余裕ないかな。あ、でもこのタイミングでガーディアンにして一気に敵攻め滅ぼすか。ここで一気に変えちゃおう。進化。いけ。大丈夫、余裕がある。これで早く削んねえとやべんだわ。まずこれ使う。はい、14。これ邪魔になる。はい、統率プラス召喚獣。しょうがないね。これ何？やばい。痛い。死んじゃう。マジでこの副作用がさ、半端ねえんだけど。はい。はい。攻撃。なんかねえかな、カード。あ、HP10 回かかるな。対象に15ダメージか。ちょっと待てよ。13か。10だけか。10だけだったら耐えられるかな。いや、全然耐えらんねえわ。あ、痛い。ああ、もう全然、使いづら。全然精密、できないじゃない。貫通ダメージ与える。統率プラス2。使えるかな。いや、もう全然さ、このコンボも何もさ、達成できないっていうさ、1回の戦闘中にコンボを5回設定するなんて絶対無理だよね。コスト2以上のカードを2回使用する。これならまだいけそうだね。あ、でもスキルポイント溜まってるしね。何がいいかな。運命的な出会い。最大 HP7。 戦闘火事統率プラス2か。3を取ったら3取るしかなくなっちゃうんだよね。4も取りたいよね。マナーを獲得か。残ったマナーが消えない。ランダムなインスタントカード生成し、一度だけ0となる。いや、戦闘開始でも統率2だな。あ、統率3も得ちゃおうかな。で、なんかある、使えるもん。治療キット。今回思いのほかお金が溜まってないんだよね。これいこうか。コスト2以上のカード。
両方とも防御だけだったら、まずこれ使います。強化されたグリフィンを召喚。統率を得るたびにこれが発動する。あー、こういう感じにしていこう。ミッション完了した。なんかはい、ちょっと防御増やしていこうね。さあ敵が攻撃してくる。一つプラス2。攻撃カードを使用するたびに、そうね、2匹か。23も溜まってるなら、待て、これを使って防御だけ増やして、これに変える。能力発動。能力発動。よし、ガーディアン強化。でこいつ攻撃カード使用するためにだっけ、使用するためにでしょ。はいはい、もうあの位置はどうにもなんねえな。はい、噛みついた。いやー、やめてね。はい、君の名は。統率得ようか。おい、あ、このままいけば21なら7ずつ与えてくれればいけるね、いけるね。ほら能力発動しな。 OK、 ミッション完了。サラマンダーを召喚。統率プラス2。インスタントカード使用するために全ての敵に4ダメージか。ランダムなインスタントカード1枚生成する、まあ、こういうカードよね。敵全体に5ダメージ。下流カードを手札に加える。もうちょっと火力も混ぜていかないとね。インスタントカード一度充電、最大 HP7 のマナ保存。敵を撃破するたびにマナ吸収。撃破するたびにマナを1獲得。統率3獲得。残ったマナが消えない。運命的な出会い。よし、ミッション、ミッション何これ。カード1枚進化。あ、選択で削除。普通の防御カードっている？攻撃カードはさ、獅子で使うけど普通の防御カードっていらんねえよな。1枚進化。あ、なんでもいいの？あ、リサイクルになる。あー、何がいいかな。消費かリサイクルになるか。7ダメージになるだけか。召喚獣カードを獲得。あー、約束ってことはさ、絶対必ず補充されるってことだよね。統率プラス2。ターン開始し統率1獲得。どっちを、召喚獣速攻でカード獲得した方がいいかな。はい、これでいきましょう。よし、さあボス戦。攻撃ダメージ2倍。1ターンの間にコンスタントカードを1回使用する。最初の攻撃カード
カードダメージが2倍、スキルポイント3得た方がいいかな。スキルポイント2獲得する、スキルポイント5獲得するようなもんだよね。え、何これ、マザードラゴンって。まずは、どれから使う？統率得るたびに、ちょっと待って。あ、もうこれいいんじゃない？これを使っちゃいます。はい。はい。あら、やばいんじゃない？これ。許可します。まず統率なくなっちゃったわ。はい、統率。え、待って、統率使うたんびにさ、これ意味ないじゃん、これじゃんね。だよね。ターン終了時にインスタントカードを使用するたんびに全ての敵に4ダメージ。えぇ？あ、痛い。反射ついた。ランダムなインスタントカード召喚時はちょっと解放したくねえな。はいはい、はい、下流カードさらに強化。できないの？なんで一回切りかよ。そしたらどうしよっかな。これは特に反射持ってるわけだから、こういうので防御にしてこれぶん殴るでしょ。はい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 、反射獲得、統率獲得。はい、防御、8か、これでいいじゃん。これ強いのか。ちょっとグリフィンにしてみる。グリフィンにすると見せかけて、ちょっと邪魔だからね。ライオンさんにしてみよう。もうパリできなくなっちゃったよ。9、おお、3ダメージね。いいね。はい、召喚時の能力発動。攻撃カード使用するたびにいけるけど、はい、君の名は獅子だ。いけ、進化した獅子よ。これで削りきれないな。あ、1残んな。1残っちゃうな。多分1残ったよね。1残った。あ、いや、そういうわけじゃない。いまいちライオンの使い方が分かんないけど、対象に15ダメージか。グレスにしちゃえ。買ったけど、狙撃にしちゃえ。コンスタントカードを使用するために統率プラス2、敵全体の防御状況。うん、やっぱ統率貯めた方がいいんだろうね。はい、8になったな。でプラン B、 有機化合物、最初のターンのみ召喚獣が交換されるために統率プラス1。プラン B はカードが消費不安定によって戦闘から除外されるたびに HP 回復1。これ微妙に使えるよね。で、消えないんでしょ、これ。獲得。
シールドも強そうだけど、マーナーをもらって、HP プラス7にしとくか。はい。これ買っとこう。こんなもんかな。で、ここら辺は狙撃。攻撃が50ダメージ減少するとか、あんましこれ、捨てて、もう狙撃にしてこれ使っちゃいいな。で、ここが購入完了したでしょ？で、ここら辺特に、防御3獲得。これは買っときたいかな。買ってこうかな。まあそんな感じでね、今回はここまでにしたいと思います。ちょっといまいちね、ドイツが使えるかよくわかんないけど、グリフィン使えば確かに防御は固くなるね。だからグリフィンとかで防御を固めて、ある程度防御詰まったらライオンとかサラマンダーにするのがいいのか、まあ、ただ防御を削ってくる敵に関してはちょっとそこら辺はね、意味がなくなっちゃうっていうのがあるので難しいんですけれども、ここら辺はミッションはやっぱずっと残ってるっぽいね。コンボ1回達成と精密3回達成があるので、だからここにエリートバトル2回クリアとかあるのね。まあ、それだったら次ここら辺エリートバトルまたやっててね、ちょっとずつ強化していけたらなと思います。それでは、また次回、お楽しみに。さよなら。